ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ、霊夢。何かしら？ズバリ、考古学とは？わからん。ちょっとは考えろ。考古学は、遺跡に残されたものを手がかりにして、昔の人々の暮らしを研究する学問だ。直接の記録がなくても、遺跡からわかることってたくさんあるんでしょうね。そうだな。そしてそれは時に今までの常識を覆していったりする。何それ、面白そう。というわけで今日紹介するのは、世界が震撼した考古学的発見6選だ。それでは今日もゆっくりしていってね。世界が震撼した考古学的発見一つ目は、トーロンマンだ。トーロンマンは1950年、デンマークのユトランド半島の湿地帯で発見された。紀元前4世紀に生きていた男性の遺体が、自然に死老化したものだぜ。自然に？死老化？死体は放置されると肉が腐ってくるため、ブヨブヨしていたり見た目も悪くなるよな。そうね。しかし死老化が起こった死体は、名前にもあるようにろうそくのようになり、見た目も綺麗なまま長期間保存されるんだ。じゃあ腐敗することなく、生前に近い形でミイラになっているってこと？そういうことだ。あまりにも綺麗な状態だったから、第一発見者は殺人事件の被害者だと思い警察に通報したそうだ。それすごいわね。トーロンマンが生きていたのは、紀元前4世紀なんでしょ？ああ。そんな昔の遺体が最近のものに見えたってことね。たまたまなんでしょうけど、なんでそんな綺麗な状態だったのかしら？たまたまではないんだ。沼地というのは、排水効果がなく水分量が豊富に保たれるので苔がよく育つ。水苔は雨水をよく吸うから、沼地をより芳醇に保つことができる。そして枯れると、大量の酸を放出し始めるんだ。この酸がバクテリアといった微生物の繁殖を妨げ、遺体を守ることに一役買っていたとのことだ。なるほどね。自然の生んだ冷蔵庫だったってわけね。そういうことだな。トーロンマンがどんな人物だったかはわかっているの？亡くなった時彼は、30歳から40歳くらいの年齢であることがわかっている。当時だとそれが若いのか適正な年齢なのかわからないわね。40歳まで生きたら大往生っていう可能性もあるよな。なるほどね。それでなんでトーロンマンはミイラになることになったのかしら？古代エジプトみたいに職人によってミイラ処理をされたわけじゃないのよね。そうだ、故意的にミイラになったのではなく、亡くなった後に自然にそうなったんだ。そうすると気になるのはトーロンマンが死んだ理由ね。殺人事件か、生贄になって殺されたか。なんでどちらにしろ他殺なの？遺体の首には縄がきつく巻きついていたからだ。それに表情を見るに苦しそうな顔をしている。2400年前のミイラなのに表情までわかるなんてすごいわね。あと、生贄ってどういうこと？神への供物として生きた動物を供えることだな。その動物が人間ってこと？そうだぜ。信じられないわ。実は生贄の文化は歴史を見れば、あまり珍しいものではないんだ。自然災害を避ける、支配者の後継者を確実なものにするなど、様々な理由で世界各国で古代から行われてきたんだぜ。そんな非科学的な、科学技術も何もない古代では、神に祈るということで問題を解決しようとしたんだろうな。理解できなくはないけど、ペルーの北部沿岸地域のチムー文明では、140人の子供が生贄になっている。現代の価値観ではありえないことね。それでトーロンマンも生贄になった可能性もある。なるほどね。しかし確実なことは何もわかっていない。生贄になったのか、単純に何者かに殺されたのか定かではないが、どちらかといえば生贄の方だろう。どうしてなの？それはトーロンマンの最後の食事がヒントだった。彼は最後に何を食べたの？また、トーロンマンの腸内を調べたところ、最後の晩餐はお粥だったことがわかった。お粥の内訳は、大麦が 85%、サナエタデという草が 9%、アマが 5%、残りの 1% には、オオツメクサ、アマナズナ、赤花といった多様な植物が見つかっている。まるで七草がゆね。また、化学物質とタンパク質の分析により、亡くなる約12から24時間前に、お粥と一緒に脂肪分の多い魚を食べていたことも特定されている。当時のデンマーク人は魚を食べていたとはいえ、それほど日常的に食していたわけではないんだ。あら、そうなのね。トーロンマンは身分の高い人だったから？それは考えにくいな。死後の扱われ方が身分の高い人物のそれじゃない。さらに大腸の一部からは、便中や海中のほか、泥炭地の遺体では初となる、サナダムシの寄生も確認されている。寄生虫？これは、トーロンマンが魚や肉を生または、加熱不十分な状態で食べたり、汚染された水を飲んだりしたことが原因とみられる。この日常的には食べないタンパク質を死の直前に食べていたりすることは、トーロンマンの公主刑にされる前に、儀式の一環として最後の食事を取ったと考えることができるんだ。生贄にされる前の儀式ってことね。そういうことだ。
世界が震撼した考古学的発見二つ目は、3万年以上前の壁画にある動きのある漫画だ。漫画ってすごいわよね。絵なのに読んでいるとまるで動き出しそうなんだもの。動画というものが生み出されるまでは静止画で動きを表現するしかなかったからな。一枚の紙で動きを再現する漫画家さんはすごいのね。動画が誕生したのは19世紀なんだが、現代人には欠かせないメディアの一つとなっているよな。そうね。アニメは日本の誇れる文化になったわね。そんなアニメの元になった角動作の静止画を並べて一連の動きとして見せるという手法は、いつから用いられてきたのか？それが今回のテーマね。古代の人類も動作の表現を追求していたとされるものが発見されているんだぜ。フランス南部のショーベ洞窟には、最古級の洞窟壁画がある。驚くことにこの壁画の年代については、約3万2000年前のものと言われているんだ。そんなに昔？古代の人もどうやったら動きを表現できるのか研究していたのね。壁画にはどんなものが描かれているの？10メートルを超える壁画には、馬やバイソン、ライオンが含まれた狩猟シーンが描かれているんだぜ。どんな技法が使用されているのかしら。この壁画では人類最古とも呼べる、漫画的表現が動物たちの動きに対して用いられていて、描かれているバイソンには8本の足が描かれている。4本ではなく8本。バイソンの8本の足を分割してみると、バイソンの走り方を表現したものだとわかるんだ。バイソンの走る姿を見て、その光景を残したいと思ったんでしょうね。動きを表現した古代の例は、他にもあるんだぜ。いつの時代の遺物なのかしら？約5200年前だ。イラン南東部の遺跡で、一つのゴブレットが発見された。これは約5200年前のものだと考えられており、側面には飛び跳ねるヤギと植物の絵が5パターン描かれている。そして考古学者たちは、これらを連続した一連の絵だと認識したんだな。動きを表現しているのがわかるわね。並べられた絵によって、ヤギが飛び跳ねながら植物の葉を食べる様子が再現されているんだ。人類は少なくとも動画が存在する数千年以上も前から、動きを意識してなんとかそれを絵で表現しようと試行錯誤を重ねてきたのね。その積み重ねが今の動画の技術にもつながっているんだろうな。世界が震撼した考古学的発見3つ目は、史上最古の石器を作ったのは人族ではなかったという発見だ。それ若干ホラーじゃない。石器なんて人が作った最初の道具とかじゃないの？まあまあ、聞いてくれ。今回の石器は2016年に、ケニア南西部のビクトリア湖畔にある、ニャヤンガ遺跡にて発見されたものだ。これまでに合計で330個ほどの石器の断片が回収され、周囲からは動物の骨1776個が同時に見つかっている。何かの群れが生活していた？それら動物の骨には無数の傷跡が見られたことから、石器を使って屠殺し、食用にしていたことが分かった。道具使って動物仕留めるなんて、やっぱり人よ。まず石器についてだが、発見された石器の形状からオルドワン石器であることが分かっている。そのオルドワンとは？オルドワン石器とは、人か動物の手で作られた最古の石器タイプの一つで、硬い石などで打撃を加えて鋭利な先端部を作る打製石器だ。何年くらい前の石器なのよ。年代測定の結果、これらの石器は約260万から300万年前のものと推定されている。それより古い石器は見つかっていないの？オルドワン石器を除く史上最古の石器としては、2011年にケニア西部にあるロメクイ山遺跡で約330万年前のものが見つかっている。なんだ、オルドワン石器が一番古いわけじゃないのね。と言っても、こちらは作りが非常に粗雑で、オルドワン石器ほど洗練されておらず、どれほど有用だったかもわかっていない。次の時代につながるような高度な技術を用いた石器としては、オルドワン石器が初めてってことね。オルドワン石器の登場で、ヒトカの食生活は一気に多様化したようだ。それを証明するようにニャヤンガ遺跡では、牛かヤカバカの肋骨、肩甲骨、すねの骨が無数に見つかっている。骨断片には深い切り傷がたくさん見られたことから、この石器を使って骨から肉を削ぎ落としたことが伺える。ちなみにこの時代はまだ火というものは発明されていない。火もない時代？そっか、さっき少なくとも260万年前の石器と言っていたわね。その時代って人間はいないよね。人類が誕生したのは20万年前だからな。260万年前にいるわけないぜ。しかし、石器や動物の骨の中から人か動物の臼歯を発見しているんだ。え？どういうこと？人はいないのよね。分析の結果、この歯の持ち主は人族より以前から存在したエンジンの一種である。パラントロプスであることが特定されている。パラントロプスは約300万から120万年前に東アフリカと南アフリカに生息していた猿人類のことだ。パラントロプスが石器を使って、動物を殺していたってことね。見つかったパラントロプスの臼歯を詳しく調べたところ、動物の肉や植物性の食料を食べていたことが分かった。
パラントロプスという名前は、人のそばにという意味があるからな。限りなく人間に近い猿だったんだろう。これまでに確認されているオルドワン石器のほとんどは人族が作ったものだが、今回の発見は、食肉加工のための道具の製作を得意としたのが人族だけではなかったことを示すものだ。人間が使っていた石器を真似たとかじゃないんだものね。自分で考えて作ったんだから、すごいわ。世界が震撼した考古学的発見四つ目は、世界最古のルーン石碑だ。ルーン石碑自体初めて聞いたわ。ルーン文字が刻まれた石碑のことだ。ルーン文字はその神秘的な魅力から、ファンタジー作品によく登場するんだが、元はルーン文字は古代ヨーロッパで使われていた文字で、占いや呪術などにも利用されていた文字だ。アニメやゲーム好きなら知っているかもしれないわね。ルーン石碑はこれまでにいくつか発見されているんだが、今回世界最古のルーン石碑が見つかったんだぜ。どのくらい前の石碑なの？年代測定の結果、少なくとも1800年から2000年以上前のものと見られている。これまで発見されているものとは数百年開きがあるんだぜ。それじゃあ初期のルーン文字が刻まれているってことね。そういうことだぜ。ルーン文字は、古代から中世にかけてゲルマン人が使用していて、彼らが住んでいた中央ヨーロッパからスカンディナビアで広く使われていたんだ。ゲルマン人が使っていたのね。てっきりルーン民族とかがいるのかと思ったわ。ルーンというのはゲルマン書語の一つであるゴート語で秘密を意味する言葉だ。聞けば聞くほど神秘的な文字ね。起源については、北イタリアのエトルリア人が使っていた文字から派生した説や、アラビア語から入ってきた文字を作り変えた説があるが、どちらも定かではない。その一方で、北欧神話では最高神オーディンが生み出した文字として伝えられてるんだぜ。一気にファンタジーになったわね。オーディンって？北欧神話の主神にして戦争と死の神で、魔術に長け、知識に対し非常に貪欲な神であり、自らの目や命を代償に差し出すこともあったと言われている。貪欲すぎてちょっと怖い。私もオーディンのように勉強熱心だったら今頃ノーベル賞でも取れてたかな。貪欲すぎるオーディンはルーン文字の秘密も知りたくなってしまったのね。そうなんだ。オーディンはルーン文字の秘密を得るために、ユグドラシルという木で首を吊り、グングニルという槍に突き刺されたまま、9日級や、自分を創造神オーディンに捧げ、生死をさまよう中で掴み取ったのがルーン文字と言われているな。ん？オーディン二人出てこなかった？オーディンというのはもともとは北欧神話の創造神の名前なんだ。知識に貪欲な指針で、死の神であるオーディンは、その功績から創造神と同じ名で呼ばれるようになった。ああ、なるほどね、そういうことか。オーディンが命がけで手に入れた文字はどのように人間の間に広まっていったのかしら。ルーン文字は光の神のヘイムダルによって人間にもたらされる。ヘイムダルは千里眼と鋭い聴覚の持ち主で、神々と人間の国の境にある虹の橋であるビフレストで番人をしていたんだぜ。彼が人間の国を旅している際、ある夫婦の家に泊めてもらい、後に夫婦の間に生まれた子供にルーン文字を授け、そこから人間の国に広まっていったと言われている。ルーン文字は起源が謎っていうけど、神様が関係しているんじゃそれも納得ね。こうした神話の流れを受けてか、ルーン文字はとても強い魔力を秘めた文字として扱われていったんだ。そんな不思議な文字が刻まれた最古のルーン石碑ってどんなことが書かれていたのか気になるわね。最古のルーン石碑は、遺跡の火葬場に見つかった骨や木炭の年代測定から、石碑は起源1年から250年の間に作られたものだとされている。それで何が書かれているのよ。めちゃ気になる。石の前面にあるルーン文字を分析した結果、一部は女性の名前を綴っていたことが判明した。イディベラのためにと書かれていて、この墓地に埋葬された女性を追悼する目的で作られた可能性が高いようだ。当時の情景が目に浮かぶわね。最古のルーン石碑は墓石だったのね。世界が震撼した考古学的発見5つ目は、建物群で表現されたカレンダーだ。霊夢は今の1年が365日のカレンダーはいつ頃完成したものなのか知っているか？日本で言うと明治時代頃にはあったのかしら？1582年にローマ教皇グレゴリウス13世が定めたグレゴリウス暦でほぼ現在の太陽暦が出来上がっている。現在は365日周期の暦をスタンダードとしているが、メソアメリカではかつて、260日周期のカレンダーが使われていたんだ。100日も開きがあるのね。メソアメリカでは約4000年前から人々が住み始め、紀元前1250年頃にオルメカ文明が、紀元前1000年頃にマヤ文明が誕生している。そしてマヤ文明が260日カレンダーを採用していたことで知られていて、約2300年前のマヤ遺跡から見つかっているんだ。そんなに昔の人も暦に乗っ取って生活していたのね。ただ260日周期のカレンダーだけではなく、メソアメリカ地域では、
260日の祭祀暦と365日の太陽暦を組み合わせて使っていたことがわかっている。その時にすでに今使っている365日のカレンダーもできていたのね。しかし、これは文字上で残された記録で、文字の発明以前に260日の暦が使われていたのかどうかはわかっていなかったんだ。もしかしたらマヤ文明よりもっと前の人々も暦を使っていた可能性があるってことね。そういうことなんだ。そして、3000年以上前に建てられた400を超える建造物群を新たに発見されたんだが、これらが260日周期のカレンダーとして機能していたというんだな。建造物自体がカレンダーってことね。その建造物を分析した結果、建造物のほとんどが、日の出と日の入りのラインである東西方向に配置されていることが分かった。これは建造物群が、カレンダーとして機能させる上で重要な天体の動きに合わせられているんだな。天体の動きを把握できてる時点ですごい気もする。さらに天体の動きと建物の配置を詳しく調べたところ、紀元前1100から750年にかけて作られた建造物群は、2月11日と10月29日の日の出の方向にピタリと重なるように配置されていることが判明した。もしかしてその間隔が？そう、驚くべきことに、両日の間隔はちょうど260日だったんだな。マヤ文明以前からカレンダーが使用されていたことが証明されたってことね。世界が震撼した考古学的発見6つ目は、川の鱗でできた2500年前のスケールアーマーだ。スケールアーマーって何？布地に無数の金属片や革を鋲などで留めて、輪状にした鎧のことだぜ。西部ヨーロッパでは、錆びかたびらが普及する10世紀頃まで比較性のものが利用されていたんだぜ。そして今回、中国北西部の遺跡で発見された2500年以上前の装身具についてだが、5000枚以上の革の鱗からなるスケールアーマーであることが判明したんだぜ。一着の鎧でそんなに革の鱗を使うのね。鎧を復元してみると、5444個の小さな革の鱗と、牛の原皮で作られた140個の大きな鱗からなっている。それぞれの鱗は横一列に並べられ、革紐が切り込みを通すようにそれらをつなぎ合わせてある。そして、隔裂を魚の鱗のように重ね合わせることで、一枚の鎧の完成となっているんだ。構造自体はそんなに複雑じゃなさそうね。そして実は古代のスケールアーマーが発見されるのは非常に珍しいことなんだ。そうなの？いろいろなところから出土しているのかと思ったわ。研究員によれば、紀元前14世紀のツタンカーメン王の墓から発見された革製鱗鎧が、出所が判明している唯一の例なんだ。今回は、中央アジアに広がるタクラマカン砂漠の上部、トルファン近郊の遺跡で出土した。遺跡は1970年代に地元民によって発見され、2003年以降に500以上の墓が発掘。その中に今回のスケールアーマーも含まれていたんだな。お墓もあったってことは結構大きな町だったんじゃない？ここは紀元前12世紀から紀元後2世紀までの約1400年間、人々によって継続的に利用されていたんだぜ。なるほどね。鎧があったってことは戦争でもあったのかしら。民族間の紛争とか色々あっただろうな。彼らは文字による記録を残さなかったんだが、古代中国の歴史家はこの地の人々をチェ氏族と呼んで記録していたんだ。おお、その古代中国の歴史家のおかげで色々わかるってことね。古文書によると、チェ氏族はテントを張って暮らし、農耕を営み、牛や羊の放牧をして、乗馬や弓の名手だったようだ。研究チームは今回、鱗鎧が見つかった墓に埋葬されていた遺骨を調査した。スケールアーマーの持ち主がわかるのかしら？その結果、30歳前後で亡くなった男性と判明し、鱗鎧の他に陶器や羊の頭蓋骨などと一緒に埋葬されていた。この男性は兵士だったのね。発見されたスケールアーマーは、一般兵のための軽量かつ効率的に脱着できるフリーサイズの防御服だった。でもこれ着るの大変そうじゃない？そんなことないぞ。他人の手を借りずに素早く装備でき、打撃や剣撃に対する防御力を高めることができたんだ。この鎧の発祥ってエジプトか中国ってことになるのかしら？今回以外だと、あとはツタンカーメンのよね？今回のスケールアーマーは中国北西部で見つかったが、出所は中国ではないと指摘されているんだぜ。どこからか中国へ持ち込まれたってこと？そうなんだ。当時の中国に革製のスケールアーマーは存在しなかったというんだな。研究でスケールアーマーは紀元前1500年頃に、西アジアの技術者が当時の戦車の乗り手を守る目的で開発したことがわかっている。その後、鱗鎧はペルシャやスキタイ、ギリシアに伝わったんだ。それが本当だとすると、すごい距離を技術が伝わっていることになるわ。紀元前千年期にユーラシア大陸を横断して西と東に技術が伝播したことになるな。どういう経緯なのか気になるわね。この鎧がどのような経緯で中国の遺跡までたどり着いたのかも謎のままだ。ということは、埋葬された男性が西アジアから来た兵士だったのか。
それとも異国の兵士から鱗鎧をもらったチェ氏族だったのかもわからないってことね。そういうことだぜ。今日の話はここまでだぜ。今わかってることが全て正しいとは限らないのよね。どんどん新事実が発見されていくんだわ。現代ってあらゆるものに関して完成された時代だと思ってしまうけど、そうじゃないのよね。まだ科学も発展途上だし、新しい遺跡や遺物だって発見される。これから1000年後の世界がどうなっているのか見てみたいものだわ。今回の解説はこれにて終了だぜ。ご視聴ありがとうございました。